週も私たち、あ、違うわ。加藤さんデビューだったんですけど、はい、先週、お形状をやったんですよ。で、今日もちょっとなんかそれっぽい、雰囲気にね、はい、なっておりますけれども、はい、ちょっと2週連続で、オケーションというか、まあ、若干ちょっとお出かけにも着れるようなスタイルで、お届けしたいと思います。ケモチさんもリアルなのね、はい、入学、卒業の学校。今年はないです。今年はないんだ。はい、なるほど。でもすごいやっぱ着られてるね。そういうタイプは。とっても着られてる。そう。で、今日の、メインのご紹介の商品は、二人ともこの上に着てるんですけど、エイミー・ローさんの、ステッチデザイン2ウェイブラウスなんて、2ウェイなんで、ケンプリさんのこのステッチの方が前でも着れるし、私のこのボタンの方が、前でも着れる。なんで、ちょっと、ケンプリさん、状況を見せていただいてよろしいですか？はい、こちらがですね、2ウェイになっているので前後どちらでも着れます、はい、そして色がアイボリー、ケンパさんの着てるアイボリーと私の着てるブラック、そして洗濯可能でポリエステル 100% 税込みで 12,890 円となっております。で、ケンモチさんの今日合わせ方すごく可愛くて、今ね、こういうチラッと出すっていうね、シースルーだったりチュールだったりレースだったりで、これがね、2ウェイだから意外とね、うん、後ろがちょっと、ね、ちょっと開くんだよね、少し浅い V というか、そうなんですよ、なのでここでちょっとレースを見せるのも素敵かなと思ってこういった着方になってます。で、白なんですけどステッチが黒なので、今マルシャルテルのケンモチさんパンツと合わせていただいてるんですけど、先週の革筋とちょっと見比べていただくといいんですけど、加藤さんが163センチで同じサイズ着てたんですよ、はい、で、ケンモチさんは、153センチ、10センチね、そうそう、でもパンツ大丈夫ですね、はい、大丈夫ね、しっかりね、はい、上まで結構ハイウエストというか、うん、なのでしっかり履き込みができるタイプになっています。合わせ方で前後でちょっと雰囲気を見ていただきたいなと思います。あ、いいですね。これなんかさっきあれだね、インしたのね、インしてもらった。あ、ちょっとインしちゃいました。インした方がちょっとなんだろう、ウエストがね、位置が高く見える。これ逆にアウトにしちゃってる。ちょっと長いかな。まあ、出しても別に全然着ていただけるかなと思ったんですが、でもセレモニーだったら入れた方がいい。私は、はい、少しそうですね、入れるといいですね。これ出すと横のカッティングとかもすっきりするから、割とそんなに重くない、うん、長さ的にはね、はい、そんなに重くなくて着ていただけるかなと思います。爽やかな感じ、うん、そうで、今回はシルバーのタイプのネックレス、これ、ね、トリブローさんが実はちょっと川越店の LINE お友達になっていただいている方は見ていただきたいんですけど、すっごくね、大人気ですごく少なくなってたんですけど、めちゃくちゃ今入ってる、今一番充実してますよね、すごいですね。そうで、はい、今日はケンモチさんがしてもらってるのがこのラメのタイプなんです。これ一番人気でした、はい、すぐなくなっちゃうね、長い、一番長いタイプで、今ここちょっと一度結んで、そうそうそう、垂らしてこの長さが一番使いやすいですね、いいですね、うん、で、じゃあこういうスタイリングをまずちょっとしていただいて、ケンモチさんには次は、あ、そうそうそう、今日福岡でリクエストもらったんです、はい、小柄さ、何て言ったっけ、小柄がいる、参加いない福岡に希少価値が高いので同じブティックオーディナリーさんのスカンツみたいなタイプを、はい、ケンモチさんが、来たらどれぐらいの長さかなって言って、今日お昼は、矢野さんも大坪さんも来てたので、ちょっと丈感が違うと思うので、それも含めて見ていただきたいと思います。で、じゃあうちの着替えを行ってきてください。はい、いらっしゃいませ。はい、で、私はですね、今日はこのブラウス、ステッチのブラウスを逆に前にしております。羽織で着ております。中は皆様色が追加になりましたシンプルカプソ、これを合わせてます。で、上にサロペットで着てるのがですね、こちらが、私なんですか、あ、ブルーベルさんから出てるこのフレアサロペットパンツです。こちらは多分千葉店がインスタライブしてたと思うんですけど、これもね、前後で着れるサロペット型のタイプです。サロペットなんですけど、結構素材がサラッとしてるタイプなので、綺麗見えしてくれるっていうのがすごくいいなっていう感じで着ております。で、こっちが、前で、逆にこれですね、例えばですね、これ
いろんな着方で表情が全然変わるから面白いんですけど、逆にサンペットを着た上からブラウスとして使っていただいたりしても可愛いと思います。ちょっと今手が1個しか届かないから1個だけ届けますね。こんな感じで、こういう風にこっちを前で上から着るとなんかトップスとパンツみたいなスタイリングにもなるので、表情を変えて使っていただけるので結構ね、あの見え方が全く変わる感じになるかなと思います。で、今一緒につけてるのはこのトリプルオーさんのね、このラリエットの形もね、ずっともう売れちゃってなかったんですよ。こちらが入ってきました。これはですね、ここのあの円形の部分とこの円形の部分を合わせたコーディネートでアクセサリーつけていただくとすごくあの可愛いと思って、今日はこれと合わせてます。こんな感じでアクセサリーをね、またあのセットで着ていただくだけで全然表情が変わるので、そういう使い方をしていただいてもいいかなと思います。バッグの、あ、読みますね、ちょっとコメント読みます。バッグのアクセント、ボタンですね。そうボタンがちょっとメタルボタンみたいな感じなんですよ。なんでそれがまたねアクセントになってます。着回しできるのが、そうなんです、着回しできるのがいいですね。かわいい、ありがとうございます。こんな感じで着ていただいて、黒はステッチが白なのでちょっと白を出してあげたりとかしても抜け感が出て素敵かなと思います。こんな感じです。ちょっと今後ろ開いちゃってるけどこんな感じ、雰囲気だけでも分かるかな。やっぱりステッチが入ると全然表情が違うのと、真ん中にセンターにこの中心のステッチが入ると、例えば、まあ、ネックレスされてももちろんいいんですけど、ネックレスがない時でもこのように真ん中でちょっとメリハリをつけてくれるので、これはすごくありがたいかなと思います。これ気になってました。そうですよね、ネックレス持っているんですが、お揃いのピアス、そうです、あります。大丈夫、はい、飲みましょうか。あ、私ではちょっと嫌いですか。ちょっとこれ見て、はい、私はちょっとこっちで、ね、くるりんとして、はい、どうぞ、はい、はい、じゃあケンモリさん、ちょっとお着替え終わりました。そのボトムどうですか。ボトムこれポリエステルってことなんですが、あ、なんかポリエステルらしからぬ、なんだろう、ちょっと確かに、なんでポリエステルだったんだ、なんかポリエステルだと思う、ポリエステルだと思います。ですが、はい、なんだろう、気兼ねなく履けそうというか、楽にね、気兼ねなく、綺麗なものと合わせてもいいですし、結構ね、T シャツのような生地感のものと合わせても気兼ねなく着ていただけそうな素材感とデザインと、やっぱ長さが全然違いますよね。そうですね、長さが、そうですね、私の身長で今ローファーで、これくらいの、ペタンコだから結構リアルだと思う、はい、もう全然ウエストも普通の位置で、特に上とか下とか下げて履いてるわけでなくて、本当のウエストの位置で合わせてこれくらいの丈感なので、ちょうどバランスがいいと思います。うん、はい、いや、ちょっとコメント見させてもらいます。私も無理かも、この後ろが、はい、無理かも、ちょっとやりますよ。こうやって着ようと思ったけど全然無理でした。すみません、ちょっと待ってください。ありがとうございます。こう見せたかったんですよ、はい、そしたらね、一人で着るの無理だった、はい、言ってください、言ってください。失礼しました、もうすいません。ここぐらいまでで大丈夫ですか。いいよいいよ、なんか打ち合わせでは自分で着るとか言ってて無理でした。大丈夫、じゃあまあ大丈夫そうです。大丈夫、はい、こんな感じです。上からね、サロペットで着たバージョン。これあれ、あ、ほら中のさ、カニコのさ、ニットをさ、紹介した方がいいじゃん。あの子ね、これまた、人気アイテムを、これ大人気アイテムも入ってきました、はい、なんかこういうニットでブラウスでもこれくらいのカノコだったら上から羽織れますね、このね、ブラウスはね、そうそう、なんかね、このブラウスは中に着るっていうより上に着る感じ、思いません、うん、なんかこう重ねるとちょっとふわっとするから、うんうん、そうですね、どっちかって言ったら、はい、インナー使いよりかは、うん、上、はい、そうそう、で中にちょっと長袖とか着るような感じがいいかなっていう感じでした、うん、私たちのレビューとして、はい、でこちらのパンツはどんな感じですか。色、パンツ、色見せた、色見せた、あ、色色見せた、
たしました。いろいろ、はい、色はですね私が履いてるこちらのカラーカラーはベージュ、こちらがベージュと、はい、こちらがグレーとブラックの3色で大事、はい、あ、でもお値段言いました、お値段、あ、お値段、うん、2番と900円、はい、そうそうそう、で、そうです、ポリエステル 100% で手洗いも可能でございます。そう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 、すごい、ケンコチさんそれ似合ってる、はい、長さも、私これ実は履いてみたんですよ、うん、そしたらね、はい、すごい丈が短くなっちゃって、うん、それはちょっとって言ってました。そう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 なんです、うん、あ、そう、小柄さんには良いだけ、これ小柄さんにはね、うん、はい、すごくおすすめ、はい、もうなかなか希少価値が、ね、今高い存在になってますから、そんな、さん、そうそうそう、あのこれからよりバタバタから楽しみに自分でボタン押してもらえない、失礼いたしました、本当にリアルでございます。こんな感じで大丈夫ですか、皆さん、あの ご質問とかございませんね、大丈夫言いました、言い残すことない、あとこれ、あ、ストレッチ家族ね、あ、こちらがレイオン 74%、 ナイロン 18%、 ポリエステル 8%、 以前のものよりもまたちょっとね、うん、あの着心地も良くなったし、はい、素材感もちょっとね、そうなって色は可愛いです、はい、ありがとうございます、素敵です、ありがとうございます、皆様嬉しいですね、ありがとうございます、待って、あ、じゃあ竹が安心しました、うん、あ、そうですか、はい、ありがとうございます、そうね、これ安心ですね、はい、全然だっていいのね、うん、全然です、で股髪がすっごい深いんですよ、うん、そうそう、だからこれ逆に、ね、まだちょっと背が高い人がね、あの腰で落としたらすごい股髪が逆に長く見えたからなんかちょっとね、あの小柄さんすごい、小柄さんは得意な、はい、得意だと思います感じです、はい、ありがとうございます、パンツもサルペットもどっちも気になる、こちらどっちもいいですよ、これ一緒に着てもね、いいですしね、すごく素敵な、で、カノコにしてもね、この中のカノコとこれ、サルペットでカジュアルに着ていただいてもいいと思います、はい、ということでございます、本日もあのまたまたでしたけどお付き合いいただいてどうもありがとうございました、ありがとうございます、あのすごくインスタライブを見てますとか YouTube で見てますとか、あの本当に声かけていただくケースがとっても多くなりましてね、ありがたきです、はい、あの皆様いいねとかくださいください、はい、じゃあ今日も一日お疲れ様でした、おやすみなさい。